超快適にドライブをしてるみたいな感じに。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回が多分ね、マークの吹き出しが形が変わった件ボスなんだろう。もうお前じゃない。はぁ、あ、はぁはぁ、魔物たちもすごい攻撃を仕掛けてくるじゃない。うふふ、なんだか燃えてっちゃったわ。あいつら全力でぶっ潰してやりましょう。あいな、もし魔物をぶっ潰すために必要なものを取りに行くなら付き合うわよ。どう？一緒にどこかへ行く？いや大丈夫です。でもって多分君たちはボスの時にはいないんだろう。いよいよだな。ん？いよいよだよ、アユナ。いよいよマイラとガライアを支配する魔物の親玉と対決する時だ。あんたが作った超激突マシーンは使いこなせるようになったかい？あー、なんかね、ちょっとだけ練習はした。多分大丈夫、最初の頃よりは。ちゃんと試運転して敵に攻撃できるようになっておきなよ。さあ、準備ができたらいよいよ魔物の親玉との決戦だ。アユナ、戦いの準備はいいかい？ほい。心配することないさ、アユナ。誰かから与えられたものでも、見知らぬ誰かが作ってくれたものでもない。自分が作り出したものの力を信じるんだ。あんたが作った最強の兵器の出番だよ。さあ、これがこの時点の最後の戦いだ。魔物の親玉をド派手にぶっ倒しておくれ。ということで、うわー、めっちゃ揺れる。もうすでに町の人たちはいないんだけど。ん？あ、いるのか。一応なんかここに見、あー、いなくなった。ほら、もうさ、何を言うこともなくいなくなるのはどういうことなんだ。今回なんか周りが、めっちゃなんか、溶岩。やべえ、しかも2匹いるんだけど。ウェイ。あー、目の前におる。いなくなりましたけど。いなくなりましたけど、ちょっと待って。超激突マシン。これね。ヘイ。あー、やべえ。やべ。でもこれだいぶね、私、乗りこなせれるようになったよ。最初の頃とかね、やばかったけん、ほんと。お、もう倒した？もう倒したの？腕。あ、次は顔に突進せよ。腕と顔はバラバラに倒していくのかい？ちょ、待って待って。あ、お、溶岩まで、早くね。あ、落ちた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 。やべえ、どこ？氷河魔人が現れた。溶岩魔人はもうあれで終わりですか？ちょ、やべえ、体が燃える。あー、体が燃える。待って、あ、ブリザードだらけになっとる、今度は。あいつやね。あいつも、あ、まずは腕を。腕に突進せよ。やめてよ。あ、間違えた。やめてよ。あ、ダメだ。そうか。あ、待って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 。ちょっと待って、回復したいから。ちょ、君らうざい。君ら邪魔だよ。どうせ剣で一発でやられるのにさ。よし、薬草。危ない危ない。超危ないんですけど。よし、回復。いやー。そして超激突マシーン。はぁ、あ。あ、やべ、落ちる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 。てぃー。はぁ、あ。あ、やべえ。全然違う。ちょっと待って、ちょっと待って。魔人の腕に。ちょ、君ら邪魔。ちょ、君ら邪魔。へい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 。おし。どこにおるん？氷河魔人どこ？あー、やべえ。やべえ。ちょっと待って、ちょっと待って。薬草、ちょっと今回復してるから。薬草。おし、これで。あ、間違えた。なんて無駄な使い方を。超激突マシンが使いたかったの、私。よし。おーし。てか、いないんだけど。危ない、落ちよった。あ、おったおったおった。あ、ここやん。はぁ、あ。氷河魔人の腕を倒した。あ、やばい。次は顔。なんかあれさ、思ったんやけど、ファイナルファンタジーのさ、プリンに似てない？うわぁ。ね、顔だけになったら超似とるんやけど。顔に突進せよ、やべえ。顔に突進せよ、ちょっと待って、命の木の実。はい、これで。命の木の実食べてないじゃん。ちょっと待って。魔法の盾が壊れたよ。待って、ちょっと、装備。旅人の服は着とる？着てない。
旅人の服っていうか魔法の鎧と、あと魔法の盾、どこ、これどこだ、これか、装備、はい、オッケー。あ、やべえ、無駄に食った。最大 HP はアップしたけど、そうじゃなくて、はい、ダメじゃん、何、勢いがない。はい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 、君ら邪魔よ。あれ、いないんすけど、あの、いないんすけど、氷河魔人さん、なんかこの、あー落ちた。なんかこのさ、超激突マシーン、超激突マシーンで激突して、シューンってブリザードたちがさ飛んでいく、あの様がすごく間抜けなんだが、よし、はい、邪魔。これ結構のダメージ与えれるよね。あー、やべ、うおー、ちょ、見えない、見えないっす。あー落ちた、やべえやべえやべえ、階段はどこ。あ、体力体力体力、命の木の実、さっき無駄に1個食べてしまったけど、よし、超激突マシーン、どこ、氷河魔人どこ。なんかさっきからね、全然いないんだけど、全くもっていないんだけどさ、よーい、やべえ、はい、みんなやっつけるよ。はいはい、ここから一歩も、あー、やばい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 、魔人がいない、氷河魔人がいない。腕だけやっつけれたんだけど、顔がないんだけど、どこ行った？あっち側とか。氷河魔人、あ、腕が蘇った、マジで。時間制限あるんすか、やべえわ、魔人さんやべえわ。ちょ待って、今は乗ることができないってなぜ、空中だったからか。はい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 、よし、さあ、氷河魔人、あ、いたいたいた、はあ、よし、腕を倒した。で、顔は、顔はどこ、顔がいない。魔人の顔に、あ、いたいたいた、魔人の顔に突進せよ。はい、おっしゃ、氷河魔人倒した。ぶつかったけど、え、なんかあっという間じゃね。しもべたちが現れた、魔人のしもべたちを倒せ。どれ、これ、こいつらってことっすか。おっしゃ、やっつけてやる。あれ、なんか今フレーム、うわー、なに、腕がいる、あの腕もしもべですか。やばい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 。てかこれってボス戦の間ってさ、あのボス戦の間はあれかい、日は暮れないんだったっけ。気にするとこそこ。やべえ、あと何匹、いや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 、待って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 、あんたらあれでしょ、あの剣でもやっつけれるやつでしょ。あー、やばい、ちょっと待ってちょっと待って、命の木の実食べます。大丈夫、回復した、あーっしゃ、よかった。はい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 、そう、あんたらは剣で一発なんだよ、正直。いやーとか言ってたら、よし、これで、はい、どうよ、腕やっつけたでしょ、イエーイ。はい、そしてあれかな、あの、うおー、やばい、あのさ、フレーム、フレームがあの氷の場所に入ってったら、お、消えたんですけど、氷の場所に行ったらちょっとシューンって消えてしまう感じですか。やっつけれなかった、後からまた来るね。よし、やべえ、怖い怖い、え、なんかまた消えたんですけど、どこ行った。超快適にドライブをしてるみたいな感じに、いやー、ちょっとギリギリ、危ない危ない、超危ない、あ、こっち、あー落ちた、何事。登れる場所は、やばい、私強すぎだってね。この溶岩の中をバシャバシャ歩いていける時点でやばくない。あと2匹あと2匹や、おっしゃー、落ちましたけど、落ちた落ちた落ちた。てかあいつら剣でやっつけた方が早いんじゃないね、え、そういう感じあるよね。まあ頑張っていこうか。よし、まあ、こっちの方が移動は早いけんね、ダッシュとかないけん。ああ、通り過ぎた。通り過ぎるっていうことはまあ稀にあるけれども、さあ、ダメだった。はい、剣でやっつけます。よし、あと1匹はどこ。あっちや、遠
え、遠くね。ちょっと待って。傷薬使おうっと。よし、オッケー。これで。じゃあ、あんだけ遠くにおるんやったら、超激突マシンで行った方が早いかな。よし。真ん中に来い、真ん中に。てめ、ちょ。あ、落ちた。あ、よろしくないよ。はいはい、無駄に時間かかってるよ。でも、あとこの一匹だけやけん、もう、剣でやっつけてしまおう。はい。はいはい。サクッと。しもべたちを倒した。よっしゃー、これで。え、なに、まだ？なに。なんか普通の砂場がなくなったんやけど。なに、不気味。超不気味なんですけど、なにあれ。私こっちに戻されたし、合体魔人が現れた。合体魔人って。魔人の腕に突進せよ。また同じパターンか。なるほど。どこだ。とりあえずこのしもべたちは今回は関係ないってこと。また魔人。また魔人さん。魔人さんに腕に突進していかねばいかんのよね。あ、おった。はい。はい。あ、全然違うよ。あ、ちょっと待って。怖い。はい。傷薬。いやー、ちょっとやめようか、それ。はいはい。はい、剣で。あっちにおる。すぐ、正面やん。はい。合体魔人の片腕を倒した。まだ片腕だけだ。どこ次は。あっち側におるね。どう？どっちから行っても同じか。じゃ、とりあえず、いやー。やばい。はい、命の木の実を食べている時間すらもちょっと怖いんだが。はい。やば。今の超やばくね。はいはい。おっしゃ、合体魔人の両腕を倒した。両腕倒したけど、ちょっと待って。で、なに？次は、魔人の顔に突進せよ。はい。頑張ります。魔人どこ？よいしょ。あ、いた。こっち側から見たら。どう？合体、何？腕が蘇ったですって、ちょっと。何事？落ちたよ。魔人の腕に突進せよ。せっかく倒した腕が復活した。なぜ？顔やっつけたのに。今回は一発じゃダメってことか？てか、どこだよ、階段。あそこや。ちょ、待って。溶岩の中を泳いでいく感じ。最強。あー、おった。え、待って、両腕復活してるんですけど。マジか。あー、ちょっと、寝室が壊れましたけど。やべえ。ちょ、君ら邪魔。今、君ら何にもカウントされないからね。ただ邪魔でしかないんだよ。傷薬。よし。どこだ。あー、飛び降りた。ちょっと待って。階段。この溶岩の中を歩き寄るときがすげえダメージなんですけど。あ、あそこやね。おった。へい。はい。片腕を倒した。さあ、どうよ。ちょ、見えねえ。あ、いた。はい。はい、合体魔人の両腕来たよ。両腕倒したよ。さあ、次。次、顔だ。顔に行くまでに時間がかかっちゃダメだから。時間がかかったら、あー、ちょっと、時間かかっちゃダメって今言ったとこ。時間がかかったらまたあれだよ。腕復活されちゃうよ。しかもめっちゃダメージ。あ、やべえ。これちょっとやべえ。命の木の実。はよ。復活されるって。ほら、絶対今潜ってどっか行ったよ。ほら。ちょーい。いや、待って。激突マシン。はい、君。やべえ。よし。さあ。もうね、なんかこの、避難できる普通の砂のところがさ、少なくなってしまったけん。きついね。あ、腕ない。あ、ちょっと待って。合体魔人を倒した。倒した瞬間になんか開いたっていうね。やった、倒せた。何これ。え、何これ。あ、取れた。初めて砕けた宝玉を手に入れた。砕けた宝玉、これは何に使うの？
太陽の石をひらめいた。太陽の力が秘められた聖なる石。狂った大地を癒す。へえ。なんかポケモンが進化しそうなやつだよね。さあみんな戻ってこいよ。いつの間にその辺に。これで。おお、よくやってくれたね、アユナ。見えねえ。あの合体魔女を見事にぶっ倒してくれたんだ。魔物どもめ、やっぱりラライの発明は悪用していやがった。だけどあんたが作った兵器の勝利だね。やったじゃないか、アユナ。思ったよりも動かせたけど、でも指先にめっちゃ神経が。え、なんだって？みんなで超激突マシンを作れたからだって？あんた絶望的なネーミングセンスの割に泣かせること言ってくれるじゃないか。ところでアイナ、あんたが持ってるその石は何だい？ひょっとしたらそれを素材にすれば、空の闇を晴らす何かが作れるんじゃないか？空の闇を晴らす何か。どこで作れるんだ？こっちか？ちょ、とりあえず。あ、太陽の石。作れる。すげえな。うわ、もうなんか、爆発しそう。太陽の石を一個作った。よーし。はい、できたよ。太陽の石。おお、アイナ。ついに太陽の石が完成したんだね。これでこのマイラとガライアを覆う空の闇を晴らすことができるはずだ。ありがとよ、アイナ。あいつも、ラライも喜んでくれるといいんだけどね。さあ、アイナ。その太陽の石を希望の旗に掲げな。よし。太陽の石。はあ。遅いよ。これでこの地も、空が晴れるよ。太陽の石。太陽が現れるかな。雲が晴れて。めっちゃ燃えよるけど。なんか逆に世界破壊しそうな感じやね。お、おー、青空が。すげえ。綺麗綺麗。なんか今までよりも拠点がちょっとごついね。遠くから見たら。マイラとガライアに光が戻った。アユナよ、よくやりました。アルビスか。これでこの地は竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。しかし忘れてはなりません。この世界にはあなたを待つ人がまだ残されていることを。これって何？竜王の呪いによって物作りができん感じになっとるってこと？おお、アイナ、見てみなよ。空に、光が、なんて綺麗なんだろう。なんて。その夜、マイラとガライアの復活を祝う宴が開かれた。酒を手に盛り上がる荒くれたち。筋肉にそれぞれの思いを馳せる若者たち。そんな彼らの向こうに、アメルダを見つめるラライの姿があった。おお。ラライは満足そうな笑顔を浮かべ、優しい眼差しをそっとアメルダに向けていた。しかし、そんなラライの姿が見えたのは、アイナだけのようだった。そして、夜が明けた。なんかその辺の描写もさ、ちょっと絵にしてほしいな。止まっとる感じでいいけん。目が覚めたかい、アイナ。いててて、頭がガンガンするよ。さすがに昨日は少し飲みすぎちまったみたいだ。二日酔いですか。私も柄にもなく酔っ払ってね。見えるはずのないもんが見えちまったよ。あいつの姿が見えた気がしたのさ。多分酔っ払って見えて幻だろうけどね。お、見えてたじゃないか。あいつってば笑ってやがったよ。嬉しそうにさ。それはそうとアイナ。ガロンが西の方でおかしな光を見たらしい。無理んとは言わないけど、気になるなら行ってみるんだね。了解。西の方、どこっすか。あ、ちゃんと出てるね。こっちだ。なんか超明るい音楽。いいね、いいね。この音楽好きだわ。一気にいつも通りの音楽に戻ったけど。なんかさ、今にもさ、宴っていうか、なんていう？盛大なパーティーが行われそうな感じの音楽なことない？じゃあこの辺。あ、スターあるね。こっから登っていける。イェーイ。よし。じゃあこの辺で。よいしょ。じゃあまあこの辺で一旦閉めておこうと思います。
回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあきっとどうせ誰か追いかけてくるんだろう。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光の扉をくぐればあなたは全てを失うことになるのです。そしてその扉が通じる先は私の力も及ばぬ死の大地、ラダトーム。もうルビスおらんくなるん？あなたはその運命の地で自らに課せられた使命を果たさなければなりません。まあいつも最初と最後しかおらんけどね。あなたの役割もそこで終わりを迎えるでしょう。さあ光の渦の中に飛び込むのです。そこで終わりを迎えるってなんか嫌だな。すべては精霊の導きのままに。は、次の大地へと旅立ちます。ん、お、来た。そっちかい。姉子かと思ったよ。おい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 、どういうことだよ、あゆな。なんだよ、言っちまうのかよ。俺、何の挨拶もしねえでよ。ほんとやね。姉子以外と話してねえや。なあ、あゆな、行かねえでくれよ。これからは一緒に違うビルダーを目指そうぜ。ボディービルダー絶対嫌なんだけど。で、こんなわがまま言っちゃ、姉子にぶん殴られちまうよな。お前は世界に闇を晴らさなきゃならねえ。ボディ的なビルダーなんて、目指せねえよな。ボディ的なビルダー、なんか言い方面白いよね。にしても、姉子も白状だよな。こんな時くらい顔出してくれてもいいのによ。なあ、あゆな。俺は知ってるぜ。お前これからラダトームに行くんだろ？お、なんで知ってんだ？そこは全てが失われた死の大地。悪しき者が支配する灰色の世界だって噂だ。え、それって素材はあるのかい？なんか木とか何も生えてないんじゃない？今まで以上に苦労しそうやん、ちょっと。なんか、はい、なんか、なんて言うん？資材の、手に入れるのさ。アイナ、そんな場所に旅立つお前に、俺から一つ渡したいものがある。もし他のものを失っても、これだけは何としても持って行ってくれ。てかこれいつも言われるけどさ、他のものを失ってもこれだけはって、なんか、なんていうん、必死で守ったら全部持っていけるんじゃねって感じじゃない？なんか。それじゃあ元気でな。無茶したりカッコつけたりするんじゃねえぞ。頼んだぜアイナ、お前の力でこの世界を、アレフガルドを復活させてくれ。頑張るさ。もう私の姿全く見えないんだが。なるほどね、今回はガロンだったか。